日本共産党の岩渕智です東日本大震災と原発事故からまもなく6年9ヶ月がたとうとしています、10月10日、東京電力福島第一原発事故をめぐって、国と東京電力に損害賠償などを求めた、なりわいを返せ、地域を返せ、福島原発訴訟で、国と東京電力の責任を問う判決が下されました。判決では 国が2002年7月に地震調査研究推進本部が公表をした地震活動の長期評価に基づきシミュレーションしていれば、原発敷地高を大きく超える津波を予見可能だったこと、さらに同年末までに東京電力に対して、非常用電源設備の安全確保を命じていたならば、事故は回避可能だったと指摘をした上で、国が規制権限を 行使しなかったのは許容される限度を逸脱して、著しく合理性を欠いていた、こう言って国の責任を断罪しました。なりわい訴訟には、約3800人の原告の方々がいらっしゃいますけれども、福島県内のすべての市町村、宮城県、茨城県、栃木県に広がっています。原発事故への被害は、ここまでだと線引きできるものではありませんし、 被害者の皆さんの思いは、一つの枠の中に収まるようなものではありません。国と東京電力は、再稼働をやめて、廃炉に全力を尽くすこと、被害が続く限り、賠償や除染など、生活となりわいの再建に責任を持って取り組むべきですで。福島の実態は今どうなっているでしょうか。で8月に会津の東山温泉観光協会で話を伺いました。 で教育旅行は、原発事故前は850校ほどあったわけですけれども、今は600校になっていると、で県全体でまあ観光っていう分野を見てみると、まあ、除染労働者の宿として使われるなど、観光での利用が落ちていて、えー、なおかつ人手不足も非常に深刻だと、で震災で、えーまあ、離れていった。 てしまった方たちもいるというそういうお話をお聞きしましたで、原発事故による被害は今も続いていますそこで、えー、東京電力にお聞きをいたしますこの商工業の営業損害賠償の、えー、実績はどうなっているでしょうか東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長小早川参考人東京電力ホールディングスの小早川でございます まずあの福島第一原子力発電所の事故から、えー、6年9ヶ月余り経過いたしますが、今なお、えー、福島、えー、地域の皆様、広く社会の皆様に多大なるご負担、それからご心配をおかけしておりますことを、まず改めてお詫び申し上げます。えー、ただいまの、えー、商工業賠償の実績についてお答えいたします。 平成29年11月6日時点における商工業の、これはあの一括賠償の受付件数でございますが、1万5400件、うち合意件数は約1万4200件、その合意件数のうち、年間輸出利益の2倍相当で合意した件数は、1万トンで100件となります以上でございます。 岩渕智君今、今示していただいた数字は、あの避難区域の中と外を合わせた数字にあのなってますで、それぞれの実態がどうなっているのかということはあの分からない状況になっていますで、少なくとも今言っていただいた数字だけ見ても、まあ、4100件以上は2倍相当額の賠償が行われてないということになると思います。で福島県の商工団体連合会が行った 避難指示区域外の営業損害賠償に関する調査では、損害賠償を請求した事業者のうち、2倍で合意をしたという方が約24%、で1倍合意は約70%となっていますで、釣具店を営んでいる方からは、まあ、近所にある阿武隈川は、今、勤労続きで釣りをする人そのものが減っていると。 で金量は、いつまで続くか分からない、それなのに1倍しか賠償されなかった、こうした実態が寄せられています。で1倍で合意をした方の中には、まあ、商売を続けるためには合意せざるを得ないと、仕方なく合意をしたんだという方もあのいらっしゃって、まあ、合意をしていても、賠償に納得したというわけではありません。で福島県の商工会会連合会から もうお話をお聞きしたんですけれども、帰還困難区域内の事業者の実態についてお聞きしました、でこの皆さんの実態、どうなっているか、二倍一括賠償を受けて、追加分の請求を行ったところ、東京電力の審査部門から、いわき市で営業を再開している事業者もいるのに、あなたはなぜ再開しないのかと言われた、しかし自分は、地元に戻って営業を再開させたいと思っていて、 営業再開の補助金は、まあ、一度使えばもう使うことができなくなるこうした対応で、これからもきちんと賠償がされるのか心配だ、こういうあのお話でした。で東京電力は、相当因果関係がある被害については賠償をしますとあの言っていますけれども、相当因果関係があると判断される根拠は何なのかと、で賠償がされるかされないか、でなぜ、 この金額が示されたのか、賠償がどういうふうに判断をされているのかが、ブラックボックスになっていると、で被害者はこちら側なのに、主導権を握っているのは東京電力だっていうのは、おかしいんじゃないか、こうした声が上がっていますで、そこで東京電力にお聞きをいたします、適切な賠償が行われるようにするためにも、 この賠償の基準というものをね明らかにする必要があるのではないでしょうか小早川参考人商工業の、えー、賠償の考え方についてお答え申し上げます、えー、商工業者様の、えー、営業損害賠償につきましては、えー、避難指示区域内は、えー、平成27年3月よりまた、えー、避難指示区域外は同年8月より 事故と相当因果関係が認められる被害を被られている方を対象として、えー、将来にわたり発生する損害に関して、えー、年間必須利益の2倍相当額を一括してお支払いしております、えー、当社といたしましては、えー、商工業者様が営まれている事業や、えー、地域の特殊性により損害が発生している状況などは異なることから 具体的な状況についてはお伺いさせていただき、内容について丁寧にご確認させていただいた上でえで、ー、総合的に判断させていただいております。えー、なお、えー、ご請求の内容をご確認させていただいた結果、えー、事故と相当因果関係を認めることが困難と考えられるご請求につきましても、お伺いした個別事情を最大限考慮の上一定額をお支払いさせていただく場合があります私からは以上でございます。 岩渕君、はいえー、とこういうね、東京電力の対応を受けて、9月20日に福島県の商工会連合会が、東京電力に要望を行っています、これ、あの小早川社長、受けたと思うんですけれどもで、えー、ここにどういうふうに書かれているかというと、東京電力が個別事業者の被害と、 原子力発電所事故との相当因果関係の可否を一方的に判断し、賠償の切り離しや打ち切りを厳しく提示することは到底容認できない、こういう厳しい指摘が行われているんです、でこれ、あの賠償の実態から考えれば、これ、当然の指摘だというふうに思うんですよね。 でそこであの大臣にお聞きをするんですけれども、大臣は、まあ、この間、何度もこの問題やり取りしてきましたけれども、あの東京電力が、まあ、個別の事情を踏まえて対応することが必要だとで、東京電力をしっかり指導していくんだっていうふうにあの言ってきましたけれども、実態はそうなってないとで、原子力経済被害担当大臣ということでね、お聞きをしたいんですけれども、この商工業の営業損害賠償の実態と、 まあ指針を、ね、一度検証する必要があるんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか大臣あの私も福島県の商工会連合会をはじめあの、いろんな方々から、えー、状況は聞かせていただいてます、なかなかまだ風評被害から脱することができないというです、ね、悲痛な声も聞かせていただいてます、まあ、そういう中で 商工業の営業損害については東京電力は将来にわたる損害として個別事情を確認の上事故との因果関係がしっかりと確認されれば年間輸出利益の2倍相当額を一括で賠償ということになっていますでその上で平成27年に閣議決定をされました福島復興指針を踏まえて東京電力は損害が一括の賠償額を超過をした場合には個別事情を確認の上 追加賠償すするとといいうことにもなっています経産省としては、今後とも東京電力に対して、被災された商工業事業者の皆さんのご相談に対して、個別のご事情を丁寧に把握をして、公平かつ適切な賠償を行うよう、しっかりと指導をしてまいりたいと思います。またご指摘の中間指針についてですけれども 賠償すべき損害として、一定の累計化が可能な損害項目や、その範囲などを示したものでありまして、これは文部科学省に設置された専門家による原子力損害賠償紛争審査会が策定することになっているわけでありまして、その見直しの是非については、今、私の立場ではコメントは控えさせていただきたいと思います。岩渕君 あの先ほど、ね、示した実例で、帰還困難区域でもねあの、こんな言われ方してるのかっていうふうに、私、非常に驚いたわけなんですよね、それで、まあ、あの指針は上限ではないんだとで、記載のない分野も賠償の対象となっているにもかかわらず、まあ、東京電力は実際には指針を上限にして、賠償の対象を限定しているんだあの、そういう怒りの声が上がってるわけですよね。 で中間指針の第四次追放は、まあ、被害者が従来と同じ、または同等の営業活動を営むことが可能となった日を賠償の周期だとしていますで、被害が続いているのに、賠償を打ち切るということは許されることではありません、でこうした状況の下で、東京電力は、福島への責任を果たすためだというふうに言って、 新潟県の柏崎刈羽原発を再稼働しようとしていますで10月4日原子力規制委員会は柏崎刈羽原発67号機が新規制基準に適合しているとする審査書案を了承しましたでこれに対して福島でも新潟でも怒りの声が上がっています福島の原発事故はその原因も究明されていませんで事故の収束も賠償も廃炉も見通しが立っていません で東京電力が原発を再稼働させるというのはとんでもないことですで7月10日にえ規制委員会は臨時会議を開いて東京電力の新しい経営陣との意見交換を行いましたでここで資料1をあの見てくださいでこの会議で、まあ、当時の田中規制委員長は東京電力に対して廃炉の覚悟を示せない事業者に 柏崎刈羽の運転をする資格はない、位、ま、置、あ、にありますけれども、こういうふうに厳しく指摘をして、まあ、基本的考え方として、問題意識を7点にわたって示しました、でこれに対して東京電力は、まあ、8月25日に書面で回答を行っています、でここで、えー、規制委員長にお聞きをしますで、規制委員会が東京電力に原発を運転する資格があるのか。 この的確性を確認することにしたのはどうしてですか原子力規制委員会、委員長今回のこの審査は原子炉等規制法に定める許可の基準のうち発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力運転を的確に遂行するに足りる技術的能力にかかる審査の一環として行ったものでありますで今回この審査何より東京電力が 福島第一原子力発電所事故を起こした当事者であることから、えー、通常の審査に加えてさらに、えー、深掘りをして、えー、検討したものでありますで審査会合における技術的審査に加え東京電力に柏崎刈羽原子力発電所を設置し、えー、及び運転をすることにつき必要な 安全に対する姿勢、安全文化、その他の原子力設置者としての的確性を有するかどうかについても、えー、特に審査することとしたものであります岩渕君、はいえーと。今、安全姿勢、安全文化という言葉もありましたけれども、えー、とそれでは東京電力に、まあ、その廃炉を主体的に取り組んで、やりきる覚悟と実績があるでしょうか。審査書案が了承される直前の9月28日、福島第一原発で、 サブドレンの水位計設定ミスが発覚をしましたミスが見つかったのは今年の4月19日以降に新設をされた6カ所のサブドレンピットですで、水位の管理は東京電力も規制委員会も、まあ、非常に重要だというふうに位置づけていますで、水位管理に関わってミスがあったということだけでも、まあ、重大な問題なのに まあ設置からミスの発覚まで5か月以上も放置されてたっていうことは、これ、大問題です、でここであの東京電力にお聞きしますが、推計の設定に誤りがあるということで、どういう事態が起きることになるでしょうか小人ただいまの推計の設定誤りについて、お答え申し上げます。 9月末に福島第一原子力発電所のサブドレン水位計の設定の誤り事象が判明し福島県の皆様をはじめとする社会の皆様にご心配おかけしましたことにつきましてまず深くお詫び申し上げます水位計設定の誤りにより一部のサブドレンピットの水位を 誤って、えー、低く設定をしておりましたが、えー、建屋周辺の他のサブドレンピットの水位は、えー、高く維持されていましたことから、建屋からの汚染水の漏洩えい、ー、はなかったものと判断しております。えー、今回の事象につきましては、えー、大変重く受け止めております。あのサブドレンに関するすべての運転制限対象項目につきまして、 総点検を実施いたしましたが、えー、運転上の制限逸脱となるような誤りは、えー、確認されませんでした、えー、今回のような事象が、えー、今後起こらないよう安全最優先で廃炉作業に取り組んでまいる所存でございます以上でございます岩渕智君あのちゃんと答えてないなというふうに思うんですけどまあ少しだけ触れてた要するに高濃度の汚染水が漏れ出す恐れがあるから まあ非常に重要な問題だというふうに位置づけられてるっていうことなんですよね。で、8月にもサブドレーンの水位が急低下して、まあ、福島県の内堀知事が、まあ、現場の緊張感が足りてないと述べて、まあ、加えて情報提供が遅れた東京電力の対応を批判したばかりに起きた問題なんですよね。で規制委員の1人は、まあ、水位については相当厳しく言ってきたのに、 こここういうううういいいいととがが起きたたのは腹立たしい部分があるとこういうふうにも述べていますで水位計設定ミスがなん、まあ、で起きたかということなんですけれども、まあ、東京電力はあの大震災で原発構内の地盤が沈下をしたことで、まあ、沈下前の基準と沈下後の基準が混在するようになって、で新しい基準を使うということを決めましたけれども、この変更が水位管理の部門内だけでしか共有をされていなくて、 まあ工事の関係者であるとか、まあ施工会社が知らないという状況でマニュアルもなくて、で職員もまあ一年二年ですぐに入れ替わる、こういう中でまあ引き継がれなかったことが原因だというふうに説明をしています。であんまりにもねお粗末な対応じゃないかと思います。でこの問題についてまあ10月30日に行われた規制委員会の会議で、まあ委員からは、えー、工事計画段階での事前検討委員会に何十人もいるのに。 全員が見過ごすというのはどういう議論がなされてたのか、会議がどれだけ機能しているのか、こういう厳しい意見が出されて、12月には現地に行くときに実際に確認するとまで言われていますで、11月30日には、東京電力は福島第一原発3号機、原子力圧力容器内にある温度計12個が事故当初から故障していたということを発表しました。 で原子炉を監視するための重要な装置の故障が、事故から6年以上が過ぎて判明した、これも非常に重大です、で、柏崎刈羽原発をめぐっては、東京電力が免震重要等の耐震性不足を把握しながら、原子力規制委員会に誤った説明を続けていたという問題もありました。 で福島第一原発では、事故の時に炉心要有の定義を示したマニュアルがあったにもかかわらず、まあ、公表が2か月以上遅れただけじゃなくて、判定のためのマニュアルがあったことを明らかにしたのは、事故から5年近くも経ってからだったということもありました、でこの東京電力の深刻な隠蔽体質、危機意識の欠如など、まあ、廃炉の覚悟と実績があるとは思えません。で基本的考え方では 廃炉に多額を要する中で、柏崎刈羽原子力発電所に対する事業者責任を全うできる見込みがないと、柏崎刈羽原子力発電所の運転を再開することはできないというふうにあります、でこれに対して、東京電力の回答書では、廃炉をやり遂げることと、柏崎刈羽原発の終わりなき安全性向上を両立するとして、 まあ今後、必要な資金の手当てについては、新進総合特別事業計画に基づいて着実に実行すること、で今後、追加で安全対策が必要となる場合は、社長である私の責任で資金を確保するというふうにあの回答書の中にあるんです、でこれ、小早川社長にお聞きしたいんですけれども、私の責任で資金を確保するっていうのは、どういう意味でしょうか小早川参考人。えー まずあの、えー、規制委員会の方にご回答いたしました回答書に記載いたしました、えー、追加で安全対策が必要となる場合は、社長の責任で資金を確保するという、あのただいまのご質問に関するご説明を申し上げます。 当社は柏崎刈羽原子力発電所の安全対策を確実に実施できるよう新進総合特別事業計画を策定し市務大臣の認可をいただいておりますまずこれを着実に実行してまいります今後追加で安全対策が必要となる場合当社は安全対策最優先のも 安定供給を維持しながら、えー、合理化を進めるなどの資金確保に努め、えー、対策を確実に実施してまいります。以上です。岩渕君あの私の責任で資金を確保すると言ったのに、まあそれには全く答えてないっていう今の回答だったというふうに思うんです。で、5月のあの党委員会で、まあ広瀬前社長ともやり取りしたんですけれども、まあ東京電力は。 原子力損害賠償支援機構から資金交付を受けていて、まあ、資金は国民負担になってますで、ね、これまで交付をされた原子力損害賠償、廃炉等支援機構からの総額、これ、総額だけでいいんですけれども、いくらになるか、東京電力、答えてください。ーー参考人原子力損害賠償、廃炉等支援機構からの交付、資金交付額についてお答えいたします。 平成29年11月時点での資金交付額は、累計額といたしまして、約7兆5200億円となりまますす以上でございます岩渕君。はいえー、とまあ資金交付が決定された総額でいうと、約9.5兆円になるわけなんですよね。で,現場域法では まあ毎年あ、毎事業年度、気候の損益計算において利益が生じた場合には、国庫に納付しなければならないというふうになっています、じゃあ、国庫への納付が一体どれぐらいになっているかというと、来年1月末までに納付予定の金額を含めても、約1兆500億円にしかならないんですよねで、広瀬前社長は、東京電力は破綻処理を免れているというふうに述べていましたけれども、 東京電力はもうすでに潰れてる状態だとで、先ほどまあ、私の責任で資金確保するってことにちゃんと答えてなかったわけです。けれども、このことを小林川社長はちゃんと自覚してるのか、あのこのことを言いたいと思います。で、原発事故の処理費用がまあ、1兆円から22兆円に膨らんで、そのうち16兆円を東京電力が確保するために。 今後の事業計画となるあの先ほどもあった新進総合特別事業計画が、まあ、5月に策定をされてこれは国も認めていますで東京電力は、まあ、賠償廃炉に必要な資金を確保しつつ経常利益を創出するとしていますでその要が柏崎刈羽原発の再稼働ということになっていますで資料2をあの見てくださいあの線が引いてあるところなんですけれども あの原発を再稼働すると一気当たり約400億から900億円のコスト減になるとまあつまりは収益になるということですで、ここであの規制委員長にお聞きをしますで、基本的考え方では経済性よりも安全性追求を優先しなくてはならないというふうにありますけれども実際には安全性よりも経済性が優先をされているということなのではないでしょうか福田委員長 原子力規制委員会は東京電力に対しまして、原子力事業については経済性よりも安全性追求を優先しなければならないと,との考え方を示しました、で東京電力より、えーまあ、経営陣からの聞き取りや、えー、現場を訪れてのお、まあ、所長をはじめとする職員との意識調査等を行いましたが、特に経営陣より書面にて安全確保を大前提とするとの回答を得ました。でこれらにより 現時点の東京電力における経済性性より安全性を優先すもとより、こうした東京電力の意思が将来にわたり維持され、かつ実際の行動とも一致している必要がありますから、東京電力の回答を保安規定に明確に記載することを求め、原子力規制委員会はその状況を検査等により確認していくこととしております。岩渕君 あの東京電力がまあ安全性優先すると言ったからまあ安全性が優先されるんだというのではね、ちょっと納得できないんですよね、更、まあ、あ田委員長は、柏崎刈羽を動かすことで事故の責任を果たそうというのは一定の理解はできると述べたというふうに報じられています、で福島への責任を果たすために柏崎刈羽原発を再稼働させるなどということを福島県民は望んでいません。で福島県民からは 福島の惨状を思い、強い怒りを禁じ得ない、東電に原発を動かす資格はないし、動かしたいというのはおこがましい、ふるさとを元に戻して、返してほしいという私たちの求めを実現できないのだから、原発なんて動かすべきではない、こういう怒りの声が上がっています。で資料3をご覧ください。で新進総督では、 まあ柏崎刈羽原発を2019年度、2020年度、2021年度から順次再稼働するとまあ仮定をした場合の,あの3つの収支の見通しを算定しています、でこの見通し案では、再稼働を予定しているのは6、7号機だけではありませんで、新潟県では1年前に東京電力福島第一原発事故の徹底的な検証を公約に掲げた米山知事が誕生をしました。 米山知事は、福島原発の事故原因、健康や生活に与えた影響、安全な避難方法の3つの検証が終わらない限り、再稼働の議論はできないというふうに述べて、検証には3、4年かかるとしています、で2019年度に柏崎刈羽原発を再稼働させるということが、まあ、ありえないということになります。 で2012年4月に成立,をさせ成立をしている総合特別事業計画では、まあ、2014年3月期に柏崎刈羽原発の再稼働を見込んでいました、でその後、まあ新えー、新総督でも新新総督でも、まあ、あのこの2つを経てもね、結局は計画通りになっていません、でそこで大臣にお聞きをします。 この総合特別あの事業計画、えー、新総督、新進総督と、まあ、計画どおりに進んでない、その根本的な原因はなんだというふうに思いますか。大臣、えー。今年5月にですね、まあ、新進総督が策定をされて、そして、 6月に東京電力の新しい体制が発足して、まあ約半年が経過したということになります。あの新進総督においてはですね、東電自身による生産性向上の取り組みによって収益改善を実現をして、そして他社との共同事業体の設立を通じた再編統合によってさらなる収益改善と企業価値向上を実現することになっています。で、そうした中でですね、東京電力はまあ新進総督が始まってからまあ6ヶ月程度でありますけれども。 例えば、電力産業が抱える共通の課題の解決のための連携強化に向けて、潜在的なパートナーの理解を得るべく、丁寧かつ真摯な話し合いを進めています、また2019年上期に予定されています、既存の火力発電事業の統合に向けて、中部電力との間で合弁契約書、これを新進総督が発表したあとに締結をしております、また、社債の発行などもです、ね、着実に行えているところであります。東京電力は 引き続き福島への責任を果たすため東電改革のアクションプランである新進総督に基づいて着実に改革を実行してほしいと思っています、えー、柏崎刈谷67号機の、えー、再稼働についてはですね、これはあの先ほどから委員もおっしゃっているようにで我々も思ってますが、えー、これはもう安全最優先で取り組むということであります、えー、これはあの安全最優先という考え方で原子力規制委員会においてまあ、引き続き審査が行われておりますので、えー、新進総督との関係でコメントすることは控え いたま計画どおりに、ね、進んでいないのは、まあ、福島県民、新潟県民、そして国民の理解を得られていないからです、で6月24日付の東京新聞によれば、6月23日に行われた東京電力ホールディングスの株主総会で、まあ、新進総督の実現可能性を問われた当時の須藤会長はできないというふうに答えて、株主から批判の声が上がったといいます。 でさらに須藤前会長は、原発事故の処理費用が22兆円になったことを受けて、22兆円という数字は、経典同地未曽有の数字で、捻出できないと明言をしたとされています。で、柏崎刈羽の再稼働をめぐっては、7月10日の意見交換会で、当時の田中規制委員長は、東京電力に厳しい態度で臨んでいたにもかかわらず、8月30日に行われた、 規制委員会と東京電力の経営陣の意見交換会後に行われた記者会見の中で、記者から、まあ、具体的な回答はこれ以上求めないのかと、実績がまだ示されていないのではないか、こういう質問が出されたのに対して、田中前委員長は、もう少しよく考えてください、大人の頭で、こういうふうに言うだけで、だったというふうにあの報道されています。これで、ね、どうして東京電力が 原発を運転する資格があると判断をしたのか、私には全く分かりません、そこで、えー、と福田委員長にお聞きをします、これ、大人の頭で考えてくださいというふうに言われても、なんで的確性があるというふうにね、判断されたのか、よく分からないわけです、でこれ、的確性があると判断されたのはどうしてですか。福田委員長まずあのー 田中前委員長の会見での発言に関しましては、私、ちょっとあの詳しく通じているものではありませんけれども、はい、あの私たちのいわゆる東京電力に対する適格性の審査というのは、原子炉等規制法に定められた技術的能力を有するかどうかという観点から行ったものです。であの私たちはあくまで 技術的な能力の範囲内で東京電力、まあ、これは安全文化の維持もその中に、抗議で含まれるものではありますけれども、一方で、道義的責任、東京電力の道義的な責任を問うているものではありませんであの、経営者との間の意見交換、それから田中委員長、前委員長が委員一名を伴って、柏崎刈羽原子力発電所を訪れ、 職員の方々の意識の確認と進めました、その上で、現在の東京電力に柏崎刈羽67号機の運転するに足る技術的能力に欠けるという判断をしなかったというものであります岩渕君あの。今の話を聞いても、やっぱりどうして適、ね、格性があると判断されたのかが分かりません、それで資料の4をご覧ください。 えと10月4日に原子力規制委員会が柏崎刈羽原発67号機の設置変更許可にかかる審査書案を了承して、同じ日に規制委員会から経済産業大臣宛てに、この許可についての意見紹介があったのに対して、10月24日、大臣は許可することに依存はないという旨の回答をしております、で大臣にお聞きをするんですけれども、大臣がこういう判断をしたのはどうしてですか。世耕大臣 あのまずこの意見紹介についてのちょっと制度的背景をしっかりご理解いただかなきゃいけないと思いますが、原子力発電施設の安全性の審査は、高い独立性を有するえ規制委員会が科学的、技術的に行うことになりますけれども、この審査においては、原子力事業者が発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力や経理的基礎を有するか否かについても、原子力規制委員会によって確認が行われるものと承知をしてます。原子力規制委員会から経済産業 大臣に対して行われる意見紹介は原子力規制委員会が審査におけるみずからの判断を行ったうえで、ー、電気事業法を所管する経産大臣からも、えー、事業者の技術的能力、この技術的能力という場合、経産省に意見紹介をまされているのは、えー、例えば非常時に外部電源を接続するなどの送配電の技術ベースを持つかどうかという意味での、えー、技術的能力だと理解してます。 わけであります、えー、これらの点についてです、ね、特段の問題は認められないものですから、えー、東京電力が設置変更許可の基準に適合すると、えー、規制委員会の判断に対して、依存はない旨、回答をしたわけであります。でまた、この意見紹介の手続きにおいては、ね、今年8月に東電が規制委員会に説明をした、経済性を優先して、安全をおろそかにすることは決してなく、終わりなき安全性を追求する、地元の方々に対して主体的に説明責任 を果たしていくなど経営方針についてもえ電気事業及び原子力損害賠償廃炉等支援機構法を所管する経産大臣の立場としてえ東京電力の見解に異論はないかまたこれを遵守させるべくえ同社への指導監督を行う意向があるのかのえ確認を求められたわけでありますえ東京電力が示したこれらの考え方はえ原子力事業を運営していく上での当然の大前提となる極めて重要なものでありますえこのため原子力規制委員会に対しては 東京電力が示した方針について、異論はないこと、また東京電力に対しては、これらを遵守させるべく、適切に指導、監督を行っていくという旨を規制委員会に回答したところであります岩渕君、はいえーと。審査書案に対して、10月5日から11月3日まで、パブリックコメントが募集をされていたにもかかわらず、 まあ10月24日にこういうことになっているとで、大臣にお聞きするんですけど、このパブリックコメントの結果を待たずに、許可することに依存ないというふうに回答したのは、どうしてですかの大臣この大大臣臣があの許可にに依存ないっていうふうふパブコメはうちが集めてるものではありませんので、これ、規制委員会にお答えいただくべき問題だと思います。 パブリックコメントの,、ね、あの,その中身を受けてで、大臣がそれをの前にね、これ判断してるっていうことなのでね、<laughs> あのだからその、なぜね、そういう結果を待たずに許可することに依存ないと回答したのかということです。 ですからそのパブリックコメントは規制委員会が行われていることであって、えー、規制委員会の判断に影響を与えるものであって、経産省としてパブコメントを取っているわけではありませんので、経産大臣としてはです、ねえー、これは特段、異論がないということであれば、異論がないという返事を速やかにするということだと思います岩渕君あの。もう一度、資料4を見ていただきたいんですけれども。 この文書の中に、まあ、エネルギー基本計画の方針に従って再稼働を進めるというふうにあります。でエネルギー基本計画の見直しが今、進められていますけれども、これからの日本のエネルギー政策をどうしていくのかは、まあ、国民の暮らし、命に関わる重要な問題です。で11月28日に開催をされた分科会では、出席をした辰巳菊子委員は、 国民の声を反映する努力が図られていない開催となっているで、国民の意見を受け付ける仕組みを設けてもらいたいというふうに注文をしています、で消費者代表の委員は、辰巳氏しかあのおりませんで、6月には市民団体からエネルギー基本計画の策定にあたって、民意を反映できる仕組みを求める要請書が経済産業省に提出をされています、でそこで大臣にお聞きをします。エネルギー基本計画の策定にあたって 国民の声が反映される仕組みを作るべきではないでしょうか世耕大臣。 えーとこ,のこれは総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会の話ですね、あのこれは、まあ、まずいろんなあの立場の有識者の皆さんにです、ねえー、ゼロベースで、えー、余談なく議論していただきたいと思ってますし、えーまあ、これはあの最終的にはこの分科会のメンバーの皆さんによくご相談はしなければいけないと思いますが、えー、パブリックコメントを取るなど、ですね、えー、国民の意見を集める方法も何,何か検討はしていく必要はあると思っています。 岩渕君あの検討していくというお話だったんですけれども、まあ、かつては公聴会開いたりしたこともあ,のあったので、まあ、国民の声を聞く必要があるだろうと思いますで、まあ。エネルギー基本計画では、原発をベース労働電源として、まあ、2030年度の発電電力量の20から22%を賄う方針となってますで、これを達成するためには、三十数基の再稼働が必要だということになります。 で福島第二原発も再稼働しようとしているのか、こういう声も、まあ、不安の声も寄せられるんですけれども、まあ、福島への責任を果たすというのであれば、福島県民の総意になっている福島第二原発の配慮を決断するべきです。で11月にに吉田英子福島県議会議会長長があの小早川社長に対して ま福島第二原発の前期廃炉を進めるための工程を議会に示すようにということを求めましたでこれまでよりもま踏み込んだ要望をすることになったのはま東京電力と国に第二原発の廃炉を何度求めても一向に決断されないからですで、えー、大臣にお聞きをするんですけれども国はあの第2原発の廃炉について事業者が決めることだというふうに言ってきましたけれども東京電力は 国のエネルギー政策の動向を見て決めるというふうに言っていますで、国が東京電力に廃炉を決断しない理由を与えているということですで、国が福島第二原発の廃炉を決断するべきではないでしょうか世耕大臣 え、まあ、福島第二原発についてはですね、福島県民の皆さんの心情を察すると。まあ、これまで新規制基準への適合性審査を申請している他の原発と同列に扱うことは。え、難しいと認識しています。この原発の扱いについては、まずは東京電力が地元の皆さんの声に真摯に向き合った上で。判断を行うべきものと考えています。今後、東京電力がですね、地元の声に真摯に向き合うとともに。え、じ、原子力人材などの経営と資源投入のあり方など、まあ、経営面での。 判断も含めどのような方向性を示していくか注視をしていきたいと思います。時間が来ておりますのでおまとめください、はい、岩部知はい。えっ、ー、と第二原発の廃炉は県民の総意で、まあ、復興の前提です。で住民の方々からは将来再稼働する可能性がある原発のあるところには帰ることができない。こうした不安の声が上がっています。で東京電力が廃炉を決断しないなら国が責任を持って廃炉。 決断するべきですで再稼働反対という声は国民過半数を超える世論になっていますで原発ゼロの政治決断を求めて質問を終わります